DTFN バックパックワーキングキャンプワーキングトリップバッテリープロブレムソルビング、徒歩や自転車など特に人力で出かけるアウトドアや旅に今や付きものなのがバッテリー問題。車やバイクなら電源を取ることができますが、徒歩となるとそうはいきません。もちろん日帰りや1泊2日ゲストハウスやホテル泊ならなんとかなりますが、今回は極力モバイルバッテリーには頼らず、バッテリーを持たせてスポットで充電していく解決策と模索、スマホ以外に使うことの多いモバイルバッテリーについても触れていきます。 DTFN の D です。はい。トリップ、トラベル、バックパック一つでキャンプ、ハイク、ビバーク、ギア、いろんなアクティビティを楽しむアマフェッショナルでスローパッキング、エニートリップなチャンネルです。まずはじめに画面を暗くしておく、位置情報やバックグラウンドアップデートなどをオフにする的な細かなスマホ設定は今回は省きます。スマホのバッテリー温存延命、その1、まずは自宅でしっかり充電をしておく。必要最低限のことですが、これはマストになります。その2、極力スマホを使わないようにする。行程などは時刻、行き先をメモしておき、 SNS や動画、ニュース、ゲームなど暇つぶしをスマホに頼らない。例えば本を読む、風景を楽しむ、お酒を飲む、寝る、別にラジオやカメラや時計を持っていくなどして、スマホに全ガジェットの役割をさせないようにする。オールインワンで大変便利ですが、住み分けしてあげると使う機会も減ります。その3、電源を落とす。使わない時間帯や電波の入らない場所、また寝るときなどは積極的に電源をオフ。基本無料だスマホバッテリーの充電場所紹介していきます。公共交通、新幹線や特急には AC や USB が付いていることが多いです。席によりない場合などもありますので、把握しておきましょう。高速バスや空港シャトルバス等にも電源が付くようになってきました。またごく一部ですが、最新の路線バスにも USB などが付いているものがあります。移動中に充電できるのは時間ロスにもならず、とても助かりますね。その2、コンビニ。特にイートインスペースが併設されているところには電源がある場合が多いです。コンビニは全国どこでも田舎にもあるので大変便利、そして助かります。その3、駅、空港、待合室やフリースペース、 PC 利用スペース、充電エリアなどがあります。その4、道の駅、観光スポット。フリースペースや充電スポットなど観光客や利用客用に用意されていることがあります。その後、カフェ、ファーストフード、大手チェーンなどには AC や USB が設置されていることが多いです。その6、公共施設、役場や図書館など電源を開放してくれているところもあります。その7、携帯ショップ。無料の充電スタンドを設置しているショップもかなり多いです。その8、家電量販店。会員だと無料だったり、30分100円で充電できたりするところもあります。その9、その他。パチンコ店、漫画喫茶、ネットカフェなど多数あります。皆さんのこんなところでも充電が開放されていた、ぜひコメントで教えてください。その10、緊急時はお願い。利用した飲食店や公共施設なのでお願いしてみる。ただし本来のサービスではないので、できるだけ緊急時以外は避けた方が良いと思います。バックパック一つで遊ぼう、いろんな意味で UL 中心なチャンネル、 TTFN バックパックです。ご興味あればぜひチャンネル登録お願いいたします。またこちらの動画良かったらグッドボタン、励みになります。合わせてお願いしておきます。モバイルバッテリーレンタル、コンビニでよく置いてあるスマホ充電器をレンタルできるチャージスポット、全国3万5000台と業界ナンバーワン。現在地から近いところで借りて充電、目的地付近で返却なんてこともできます。またアプリで簡単に場所をチェックできます。電源 Wi-Fi マップ、電源カフェなど
充電スポットを探せるこのような便利アプリもあります。賢く使って電池切れ問題からエスケープしましょう。モバイルバッテリーについて、スマホ充電がメインになりますが、ウルトラライトなアウトドアや旅でもヘッドライト、ランタン、エアポンプ、カメラ、ラジオ、スマートウォッチなどへの給電はよくありますので、あると安心です。ヒント01、まずは必ず忘れずに充電をして持っていく。モバイルバッテリー本体自体の充電に時間がかかりますので、必ず前日、それより前にしておく。当日気づいた時にはもう充電には遅すぎます。ヒント02、大容量のものは安心ですが、その分重く大きいので、使用時間やギア、日程によってはライトな容量で軽量のものを選択するのもありです。ヒント03、モバイルバッテリー自体の充電もスマホバッテリー充電スポットと共通です。必要であれば一緒に充電しておきましょう。ヒント04、コンビニや家電量販店で万が一の時は購入する。 USB-A や C などタイプ以外に安価なものから容量、早く充電できるアンペアの高いものなどもあります。また新品のモバイルバッテリーは買ってすぐに使えますが、初めに入っている充電量が 30% ぐらいから 80% くらいとなっています。たまに充電済みと表記されているものもあります。その辺注意しながらセレクトしましょう。ヒント05、モバイルバッテリー本体の充電時間もあります。ワット数の高い AC アダプタと対応ケーブルを使うことで、特に大容量のモバイルバッテリーは本体自体を急速充電できる PD 対応のタイプを選んでおきましょう。遅いものや対応してないケーブル、 AC アダプタだと満充電までに10時間以上かかることもよくあります。ヒント06、モバイルバッテリー本体充電以外にスマホやいろんなガジェットに給電する場合、例えばですね、コンセントを2アンペアとします。その場合、コンビニで売っているタイプのモバイルバッテリーなどは1から 1.5 アンペアくらいですので、スマホや各ガジェットへの充電に時間がかかります。特にアンペアの高いものを選びましょう。ヒント07、おすすめのモバイルバッテリーと容量。具体的にメーカー名を挙げると、アンカーはおすすめです。不具合報告も少なく、実際に長年愛用していますが調子いいです。5000ミリアンペアワークラスと1万から2万ミリアンペアワークラスの2台を持っていると選択しやすいです。何も持っていかない日、5000の日、2万の日など、持ち物、日程などに合わせてセレクトしてみてください。ヒント、トリプル X ということで番外。どのリチウムイオンモバイルバッテリーでも、昇圧という要因により使える容量は 60% から 70数%です。内部に入っているバッテリーセルの出力電圧は1本あたり約 3.7V、 USB の出力電圧は 5V 固定ですので、3.7V から 5V へ昇圧しなければなりません。この時に単純計算 74% まで能力が落ちます。さらに昇圧する時には IC による電力消費を伴いますので、実際の容量 60% から 70% ほどしか使うことができません。ですので、1万ミリアンペアアワーのモバイルバッテリーで3000ミリアンペアアワーのスマホを充電した場合、 3.3 回充電できるわけではなく、実際は2回と少ししかできません。意外と知らない事実かもしれません。ご注意ください。スマホはじめスマートウォッチ、カメラ、ライト、アウトドア用品用ガジェットは日々増え続けています。スマートフォンがアクティビティや楽しみにマストだったり、ラジオやヘッドライトが命を守ってくれることにもつながり、充電が切れることは死活問題です。お持ちのスマホ、モバイルバッテリー、ガジェットを一度チェック、新たに再構築されてはいかがでしょうか。トリップトラベラー TTFN でした。